では続いて JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。お電話でお話を伺います。今週のお話は森田アソシエイツ代表の森田隆弘さんです。皆さんこんにちは。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。こちらこそ。森田さんにはいつも、まあ、金ゴールドのお話をいただいてますが、まあ、1月ですから、はい、足元で結構また強くなってきてますけれども、はい、まあ、はい、昨年1年間の振り返りからちょっとお願いしましょうかね。そうですね、まず価格の推移のグラフを見ていただきたいんですが、はい、赤い点線の部分に囲まれている囲まれている部分ですね、これ昨年であります、はい、うん、ですいません、紫の、折れ線グラフがドルベースの金価格、はい、黒い方が、円ベースの金価格なんですが、これがドルベースですね。金価格、まあ、従いましてですね、ドルベースの金価格というのは、まあ、今約 15% ぐらい昨年上がっております。で円ベースについては 22%、上がっておりまして、ほとんどの通貨ですね、これスイスフランを除いて実は過去最高を更新しております。ですので非常にパフォーマンスの良い、1年でありましたということですね。でこの金価格の上昇を支えている一つの要因は実は金のヘッジ、重量、あるいはそのヘッジ効果なんですが、この2023年に関しては少し下の部分のテーブルがあるんですが、はい、これは金と多資産との相関、これ円ベースで表しておりますが、これ、はい、それぞれの資産との相関を、統計数値として表しているんですが、相関が 0.3 以下であれば、ほとんど相関がないというふうに考えていただければ、はございませんので、2023年に関して言えばですね、多資産相関もほぼなかったということで、多くの投資家さんがこれを持って、金を保有し続けているという状況でありました。わかりました。はい、それで、金価格が、そこそこ上がりましたが、その理由としてですね、次のページ見ていただきたいんですが、2023年、それと2024年についての展望、これそれぞれプラス要因とマイナス要因を挙げておりますが、2023年について言えばですね、マイナス要因として、FRB の金利政策をドル為替レート上げておりますが、はい、金利、この2つの要因ですね、金利上昇及びドル高、この2つのマイナス要因が後退、してですね、はい、一方でですね、プラス要因として地政学リスク、リセッションの警戒、顕著な需要、インフレの高まりという、4つの要因に支えられて、価格が 15% ほど上昇したというのが2023年の姿であります、はい、で2024年に関して言えばですね、まず申し上げたいのはインフレが低下する見込みであるということ、これマイナス要因として挙げております、はい、でこれもご存知のようにインフレが低下するとやっぱりインフレヘッジ需要が減りますので基本的にマイナスってあります。確かにそうですね、はいはい、で一方でですね、インフレが低下すると、多くの、金融当局特に FRB はですね、利下げに向かうことが予想されます。利下げに、はいはい、彼らはインフレと戦うために金利をずっと上げてたんですが、インフレが低下するとですね、今度は逆に経済を支えるために利下げに向かうことが予想されますので、これはキャッシュフローを生まない金にとってはプラス要因になるということですね、はい、また米国金利が低下するとですね、他の国との金利差が縮まりますので、金とドルはご存知に逆相関の関係にありますので、これも金にとってプラス要因になるということですね。ですので2024年のプラス要因を見ていただきたいんですが、一番上にハルビーの金利政策、その次にドル為替レートを上げておりますが、はい、これ昨年2つともマイナス要因になったんですね。あ、そうですね、はい、はい、これがプラスに転じたということですね、
はい、でさらに、プラス要因を見ていただくと、自生学リスク、それと需要を上げております。自生学リスクはご存知のように、イスラエルとハマスの衝突をはじめですね、なかなか、低下しないと、リスクが低下しないという状況にあります。また需要に関してはですね、これもまだ統計は出ておりませんが、中央銀行の積極的な金融緩和ですね、2023年の数字が、あと2日で出てまいりますが、かなり好調なはずでありますので、こういった需要も、需要が非常に堅調に推移しているということでですね、2024年も支える要因となるのではないかというように考えております。で一方ですね、あるいは逆にマイナス要因として見ていただきたいのはですね、多くの人が想定する経済のソフトランディングですね。これはマイナス要因なんですか？マイナス要因なんですね。というのはですね、ソフトランディングの可能性が高くなるとですね、やっぱり投資家の安心感が広がると。安心感が広がる。はい。したがって、2番目に書いてあります、非常なセンチメンタルがリスクを見る可能性が極めて高いんですね。ですので安心感が広がって、リスクも少し取るようになって、リスクオンの状況が、続けばですね、実はソフトランディングのシナリオでは金のパフォーマンスってそんなに良くないんです。次のスライドを、見ていただきたいんですが、これは過去50年において、ソフトランディング実は2回あったんですね。1984年それと1995年なんですが、2回しかありませんが、金のパフォーマンスを見ていただくと少しマイナスなんです、フラットからマイナスということですね。やはりリスクオンの時はですね、株式の、リターンが圧倒的に高いということが読み取れると思います。しかしですね、これは過去2回の経験の時でありますので、今回はですね、少し今までなかった要因があるのではないかというふうに考えております、これ先ほど申し上げた、地政学リスクの高まりです。これが高まった状況というのは今までなかったということ、でこれは、投資環境不確定が引き続きある程度あるということでありますので、金の多くの人が金を買う目的はですね、やはり一目的でありますので、この要因が非常に大きいということ、それと先も申し上げましたように、中央銀行は買い続けております。そうなんですね。これ、これは大きいですよね。大きいんですね。これが需要を支えているということでですね、こういった追加要因を考慮をするとですね、今年の金価格、ソフトランディングの金価格というのは、横ばい、あるいはその、今申し上げた2つの要因がさらに強く出るとですね、アップサイドもあるんじゃないかというふうに考えております。わかりました。ただそのソフトランディングの可能性もまだ疑問視はされてますよね。弱気の方もいらっしゃる。ハードランディング、そうなんですね。次スライド見ていただけると、ハードランディングの可能性もまだ十分にあるというふうに考えています、というのは過去50年間におけるそのいわゆる金利引き締めの局面において、これ FRB のケースなんですが、実は業界のうち2回しかソフトランディングしてないんですね。7回はディセッションに勝ってるんです、あとは右側のグラフはですね、もう多くの人がですね、多くの人、専門家およびいろんな形で予想が出ておりますが、見ていただくとですね、やはりディセッションの予想が予想を見るとですね、50% ぐらい起きる可能性があるっていうものがございますので、ハードダウンの可能性もまだ否定できないというふうに考えております。したがってそういうソフトランディングの時の金のパフォーマンスはどうなのかっていう関心が終わりだと思いますので、次のスライドを見ていただきたいんですが、ハードランディング時のパフォーマンス、これ過去7回のハードランディング時の金のパフォーマンスが極めていい、他の資産が非常に悪い時にですね、やはりこれだけのパフォーマンスを上げておりますので、こういう時って大体金と債券がいいんですが、金は特に、場合によっては、優れたリターンを上げておりますので、非常にいい、安心して見ていられるということですね。それと黄色、金色ですかね、
のグラフが金のパフォーマンス、そして比較の対象になっているのは米国債のパフォーマンスということですね、はい、いずれも、まあ非常に高いパフォーマンスを上げていますね。3回、そうですね、4回、ハードランニング時に、はい、債券と金は大体パフォーマンスがいいんで、まあ、株が悪くてですね、そうですね、債券と金はいいんですが、まあ、実績も実際に出ているということですね。はい、でまあ、さらに今年はですね、ハードランニングに加えて一つの、もう一つの要素を見ていただきたい。これは実は世界各地で国政選挙がたくさんあるんですよね。でこれもご存知、多くの国においてですね、対立する意見をはっきりと持った候補が存在しているためですね、選挙結果が二極化したり、あるいは自国再選最優先主義が台頭する可能性があります。特に米国等はですね、そういうことで、不確定化を助長するということ、あとは選挙結果を受けてですね、西側諸国の陣営につくのか、中国との新興勢力につくのか、これを見直す国も出てくると思いますので、まあ、そういった意味ではグローバルベースでですね、政治経済の不確定が高まる恐れもありますので、ぜひ、国政選挙の行方を見ていただきたいと。でこういうことが起きたときにはですね、金にとってはさらにプラスになるというふうに考えておりますので、はい、場合によってはさらに記録更新、まあ、もうすでに高いんですが、記録更新をさらにする可能性があるというふうに見ております。ああそうですか。確かに国政選挙、各国の選挙、その結果次第では不透明感非常に高まってくる可能性はありますよね。はい、特にそうだというふうに考えております。アメリカでもそうですしね。はい、まあ、その意味ではソフトランディングが主流になりつつあるけれども、やっぱり過去の例から見るとハードランディングのケースを考えておかなきゃいけないし、不確実性も高まりやすいという、そんな状況を想定して24年の相場を考えなきゃいけないぞということですね。そうですね、あとはソフトランディングかハードランディングに行くという可能性も当然ありますので。ということですか、わかりました。森田さん、どうもお忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました。一旦コマーシャルです。